株式会社さくら KCS は、コンピュータシステムに関連した業務を行う三井、住友フィナンシャルグループの企業で、システムインテグレーター。三井住友銀行神戸営業部の南隣、兵庫県神戸市中央区張馬町21の一に、本社を置く。旧ら銀行のマークを2018年まで、使用していた。三井系、住友系とは合併も、事業上ともしておらず、 旧神戸銀行の流れを組んでいることから旧神戸銀行関係とのつながりが深い。歴代の役員も桜銀行そして三井住友銀行になって以後も旧神戸銀行出身の OB である。旧三井銀行系の OB や旧住友銀行系の OB が三井グループや住友グループの企業で活躍するのに対し旧神戸銀行系の OB は 桜 KCS や港銀行など、神戸を拠点に活躍することが多い。なお、現在三菱 UFJ 信託銀行とも取引しているが、その前身の東洋信託銀行が三和銀行、野村証券とともに、神戸銀行の出資で設立されたためである。その流れから、対三井住友銀行グループの売上比率は、全体の約2割程度と低い。 三井住友銀行グループの信用力を背景としたユーザー系として富士通グループの技術を継承するメーカー系としてそして企業系列にとらわれない独立系として強固な事業基盤を築くとともにバランスの取れた経営基盤と事業内容が強みと言えるありがとうございます